さんこんにちは、月です。楽しんです。今日もご視聴くださいました、本当にありがとうございます。はい、サブチャンネルです。はい、今日は、はい、竹やぶの上の段のとこにやってきてます。はい、前回ですね、今田梨さんがちょうど立ってるところ、はい、ここにあの謎の木材たちがね、大量になんか放置されてたので、それを、竹置き場の方に片付けていくという作業をしました。おかげでですね、ここから前はこうギリギリのラインをね、通らないと通れなかったんですけど、もうスムーズに上がってこれるようになりました。気持ちいいね。ね、ここいい。ほんとこう、部屋を片付けたいわ。逆にさ、ここからさ、なんかここに椅子持ってきてすげえ風景いいんだけど。本当に最高よ、ほぼ。ちょっと小高いからね。またいいよね、違う。ここに座ってね。ここでおにぎりとか食ってもいいね。じゃったらもっと綺麗だからな、この辺だ。でですね、今度はですね、今ちょうど楽しさの後ろ、見えますかね。もうだいぶごちゃごちゃしてます。ここにですね、まだちょっと枯れ竹とか、あと切り株とか石なんかがちょっと積んであるので、ここをきれいにしていきたいと思います。ちょっとね、すっきりしたさせたいと。で、皆さんも多分ね、絶対気になってるよね、このエリアね。ここが多分きれいになればですね、だいぶすっきりすると思いますので、まあ前編後編という形になるかもしれませんけど、またゆるっと楽しんでいただければと思います。じゃあ頑張っていきましょうかね。はい、こんな感じですね。ここから通れるようになりました。で、ここがまだ残ってます。かなりごちゃごちゃとしてますね。ここ枯れ竹はどうする？もう踏んで崩す？それとも積む？もう全部やっぱ積んでいく？そこ多いんじゃない？そこ、この上の段がですね、まだちょっと置けそうです。もうこちら側もいっぱいいっぱいで、ちょっと置けそうにないので、ちょっと持っていくのが大変かもしれないけど、奥の方にね。でです。じゃあここをトイレにしていきましょう。伸びたら切って放置する。ああ、こんないっぱい積んであるかもね。まっすぐ切ったらや
すごいあるね。すごいあるよ。ここにいたか。そしてもうカラカラ。ね、もうほんと軽い。あの巻きにしたらほんといいね。すごいのはず。すごい。おお、大丈夫？逆のところが辛かった感じが。あっちとこっちだ。これすごいね。すごい、その太さで切れるって。あとそれはまだね、切ったばっかのやつだけだもんね、枯れてないもんね。遅いけどパワーがある。力が立たない。裏に置きましょうかね。はい、よいしょ。今出た切り株を竹置き花の裏側に申し込んでいきます。だいぶ軽いですよ。抜き立てはこのサイズでも持てないですからね。持てない、持てない。カラ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 ね、ほんとね。巻きに最高だと思う。うわー、すごい。すっきり。押し込んだだけやけど。押し込んだだけ。綺麗に並べるって大事ね。まあ、どんどん腐れてく、粉々になってくるやろうね、そのうち。だってあの太い木材でさえさ、ボロボロじゃん。あれ叩けば多分粉々になるよね。なる。いやー、気持ちいい。ちょっと見てもらいましょう。よいしょ、こんな感じになりました。前はこんな感じ、多分ぐちゃぐちゃっとしてましたけど、このエリアですね、ここを片付けました。結構切り株と枯れ竹が
出てきたね。おお、すごい広くなったね、ここね。すごい。よいしょ。で、こっちから取ったからね。こんな感じです。ここにあったこんもりしたのがちょっとすっきりしました。さっきの枯れ竹がですね、結構こう絡まり合って、これは昔タナシンさんが置いたやつらしいです。枯れ竹はね、枯れ竹ね、ここちょうど今置いてるスペースのところの竹を切って、うん、そこに投げたの。切ってるところも切った、うん、だからそこにまいっぱい入ってたっちゃ、前も、うんうんうん、で一回切ったっちゃは、うんうん、あまりにも量がすごすぎてやめたの。やめたんだよね、うん、あでその時の切った竹だよね。そう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 、やっぱ結構こう重なり合ってたのが、うん、ここに今まとめましたね。これをまた奥の竹置き場にきれいに片付けていくっていう感じですね。でまだちょっと残ってますけど、だいぶすっきりしました。であの大量の切り株たちはもうこの後ろの方に全部積みました。また後で考えようかね、ちょっとね、あーしょうがないね、もうこれは置き場所がないからね。一旦ね、うん、一旦これで、うん、こんな感じになりました。はい、ということで、はい、すっきりね、はい、いや、こんだけでこんな綺麗になるんだったら頑張るね、うん、まだまだちょっと残ってるし、下にまだちょっと埋まってる分もありますので、まあ、その辺も、まあ、この辺も置いとって崩れるじゃないかな。まあ、ある程度でかいやつが ね、 ああ、うん、そうね、下に埋まってるので、それだけはこう片付けて、あと短いのも踏んでね、うん、バリバリになってるので、そこだけで完了しそうだね、はい、明日あとは上の片付けと、はい、またこの最後のエリアですね、はい、頑張っていきたいと思います。ということで、もしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。